ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14蒼天のイシュガルド編第95回配信を撮っていきたいと思います。さて、今からビスマルクさんに挑戦していきたいと思います。運心ビスマルクをほふったか。何度目かね、こうやって神を狩るのは。もはや君の力は人とは思えないほどだ。天使殿、かの者が手にしている品が例の。そのようだな。魔大陸への扉を開くアラグの秘宝。多少は光の加護が戻ってきているようだが、万神を倒せたとて光の加護を失っている今、まるで赤子のようだな、光の使徒よ。ご協力に感謝しますぞ、天使殿。そして英雄殿にも礼をせねばなるまい。ビスマルクを倒す手間が省けたのだからな。準備は整った。今こそ天への階段を開く時よ。
いよいよだ。千年のいびつを正し、真なる変革を。人の手に歴史を取り戻す時が来たのだ。さて、ビスマルクさんに敗北した際のムービーが宿屋にありましたので、ご覧ください。という感じのようですね。では、本編に戻ります。ビスマルクさんを倒してきました。ちなみに、このフレームは、ウォールフレームというやつですね。というわけで、アルフィノ君に報告をする前に何か会話ある？シドさん。よく戦い抜いたな、シャンメイ。信じていたが、相手はデカブツだ。少しハラハラしちまったぜ。くそ、浮島さえ牽引してなきゃ、教皇たちを逃がさなかったのによ。逃すかな、逃がすかな。ウィックスさんは違う、セリフ。さすがはジェリーフィッシュだ。あの巨大な蛮神を倒しちまうんだからな。ウェッジのやつを無事に連れ帰ってくれてありがとうよ。ウェッジ。アルフィノさんは意外と魔導技術に詳しいっす。重い浮島を引っ張って悲鳴を上げてる精輪機関を巧みに調整していたっす。ちょっと見直したっす。賢い子ですもんね。じゃあアルフィノ君。お疲れ様、シャンメイ。とにかく君が無事でよかった。ウェッジと二人、狭い戦争内の機関室にこもって、精輪機関と牽引装置を相手に格闘していたが、全く生きた心地がしなかったよ。それにしても、ここに来て新手のアシエントは、教皇たちに魔大陸の鍵を奪われたことは、想定外だったとしか言いようがない。しかし、私たちはまだ生きているし、アシエンや教皇に対して立ち向かう意志も折れてはいない。諦めずに追撃しよう。コンプリート。これでやったね。飛べますよこれで。ってことはこの謎の、めっちゃクエスト出た、びっくりした。この謎の中央のとこにも行けるわけだ。ということで、アルフィノ君に次のクエが出ておりますので受けていきましょうか。レベル57クエスト、北方より来たりし者。これはシドさんか。もらえず。ブルーウィンドウのアルフィノは冒険者に話したいことがあるようだ。ルチュー、教皇たちは魔大陸へ向かったとみて間違いないだろう。シドたちが急ぎ追撃の準備を進めてくれるそうだ。その間、君がビスマルクを沈めたことを報告に行こうと思う。運針が静まったとなればバヌバヌ族も喜ぶだろうしね。何より奥ズンドの長老たちもきっと心配しているはずさ。行ってらっしゃい、アルフィノ君。ついてこなくて大丈夫かい？
待て、何か様子がおかしい。帝国じゃん。あれはガレマール帝国軍本体が上陸してきたというわけか。まだいたか。ほら、おとなしく出てこい。蛮族どもではなかったか。なるほど、先遣隊を壊滅させたのはイシュガルドのものと考えていたが、貴様たちだったか。写本師から伝え聞いた通り、光の戦士とやらはどこにでも顔を出すものだな。ではこやつらがガイウス軍団長を。そうだ、漆黒の王老と謳われたガイウスを倒し、我が帝国のエオルゼア侵攻を阻む英雄殿というわけだ。貴様たちもまた大陸を追っているようだな。当然か。かの地には蛮神を御するためのアラグの英知が残されている。貴様ら暁とやらが嗅ぎ回っても不思議はない。蛮神は星の命を喰らう化け物だ。故に何としてもその全てを殲滅せねばならん。貴様たちもそれを分かっておろう。無論だが、我々はそれを建前にしてエオルゼアを属州にしようと目論む輩にも徹底抗戦する意思がある。この状況でよくも抜け抜けと本音を言うものだ。まあよい、エオルゼアの支配権など星の運命に比べればさまつなことに過ぎぬ。蛮神を制することこそが皇帝たる我が役目。なればこそ神を下ろした蛮族を生かしてはおけん。待て、その者たちはテンパードでは。また会おう、エオルゼアの英雄よ。またいずれな。
帝国の心臓飛空戦艦。しかしまた行くとは、新皇帝が自ら赴くほどのものだというのか。びっくりしましたね。もう新皇帝が、だってもうあれですよ、帝国のもうリーダーですよね。リーダーの方がいきなりもう目の前で出会うっていう、考えてなかったからびっくりしたな。でルキアさん、君たちの助けになればと神殿騎士団の飛空艇でこいつを運んできたんだが、詳しい事情は後で話させてもらう。そうだよね、マルアーマって基本的に帝国の乗り物だよね。あとで他の子も気になるけど、アルヒノ君に話をしていこうか。バリス・ゾス・ガルバス、新たに帝冠を手にしたガレマル帝国の新皇帝とこの雲海で対面することになろうとは。同行していた聖林の将はおそらく軍団長クラス。厄介だな。軍団が出てきているとなれば、どこまで帝国の手が伸びているか見当がつかない。シャンメイ、君は取って返しシドと合流してくれないか。彼らのもとに帝国軍がやってこないとも限らない。私はバヌバヌ族の長老に事のあらましを報告してから、ルキア殿と一緒にエンタープライズに向かおう。どうしようか。クエストがね、ここに3つずつ新たに出てますんで、ちょっとこれ受けていこうかな。ヒヌバリさん、レベル57クエスト、貢ぐ、奪う、蓄える、ミラブイくれる。結構ね、最近ちょこちょこ使ってるんでありがたいですね。で、奥ツンドのヒヌバリは冒険者への危険な頼みがあるようだ。チュチュ、絶対にこのままじゃいけないわ。雷雲を通り抜けるほどの愚かなことだけど、旅のお人、お願いがあるの。奥ブンドバナに保管されているズンド族の貢ぎ物を奪ってきてほしい。とてもとても全部は無理だけど、3つだけでも。すごくすごく危ないことだと分かってる。ただこのままじゃズンド族は滅びてしまうわ。あ、そんなに重要なものなんだ。わかりました。じゃあ他のクエもあるし、じゃあアヌバヌさん、レベル57クエスト、不相を称えよ。奥ズンドのアヌバヌは怒りをあらわにしている。父上、不浄な気配だ。ああ、まったくなんと愚かな行為なのだ。お主、手を貸してくれぬだろうか。場所はクロムレック。哀れなブンドトーテムを4つ破壊してほしい。よろしくよろしく頼む。敵の名前トーテムって。現状トーテムポールしか浮かんでないけど。あ、そっか、でも今もう飛べるんだっけ。飛べる、わー、ありがてー。これでもうもういろんなとこに行ったりますよ。待ってよ、どこだ、ここ。あ、ごめん。すいません、変なとこにはまった。じゃあ、ガヌバリさん。レベル57クエスト、娘っ子を守れ。奥ズンドのガヌバリはとても怒っているようだ。どうした？まったくけしからんよ。ブンド族には困ったものよ。ズンド族の娘っ子がかわいそうよ。旅のお人の手を貸してほしいよ。いたずらするブンド族を懲らしめてやりたいのよ。でも直接攻撃してもダメなのよ。ブンド族のサヌワブンドを3体ボコボコにするのよ。雲間を抜ける人雷のようなお仕事をお願いよ。でもこの世界あれだね、仕事受けてもさ、へえ、ここか、行ったことないな。だがここに行かねばなりませんね。とりあえずはメインクエ進めつつってとこですかね。なんかいろいろあるな。
まあメインクエ進めていこうか。どうする？ちょっとこのまま行ったらマップ開きつついけるんじゃない？この辺。お、あ、本当に点々としてるんだね、ここ。この世界は。え、上？さらに上？こっちだよね。ん？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 天井に頭当たってる？あ、すごい。めっちゃ上空。ちょっと待って。ジャーナル。アクティブアクティブ。こんなとこか。そしてあれか、トーテム。フクロウのトーテムポールみたいに見えるけど。このトーテムポールみたいな、こうブンドトーテムさん。お、4体倒す。ここで読んだよな。あとね、なんかクエストがねありますね。これってもうフライングマウントじゃないと話しかけれない。いや、生贄？うそん。レベル57クエスト、生贄大脱走。クロムレックのズンド族の生贄は冒険者に助けを求めている。大丈夫か？ああ、旅のお人、お願い、お願い、助けてほしい。このままじゃ生贄にされちゃうの。体がしびれて動かないから逃げ出せない。奥ズンドのアヌバヌ様からパラナの溶薬をもらってきてほしいの。おや、なんてことだ。だがメインも進めたい。ちょっとここをかすめるように言ってメインクエストを進めますか。ごめんね、後で必ず戻ってくる。フラグ大丈夫だ、必ず戻ってくる。奥分度バナ、あ、結構いっぱい開いたね、エリア的に。いやー、でも飛べると一瞬だね、本当に。ここの下、おおお、この辺。じゃあシドさんに報告を。無事だったか、シャンメイ。銃声が響いた後にアグリウス級が降りてきたもんで、ビックスやウェッジと心配していたところだ。やはり帝国軍か。イシュガルド教皇にアシエン、新皇帝、よりにもよって面倒な連中が集まったもんだな。どうだ、大集合だね、全員。遅れてすまない。バヌバヌ族の長老には事のあらましを報告してきた。ビスマルクを沈めた件は非常に喜んでいたよ。シャンメイ、君にはよくよく礼を伝えてほしいとのことだ。
幸いバヌバヌ族の村人たちには大きな人的被害はなかったそうだ。突然の侵攻でひどく怯えてはいたがな。あの集落に鍵がないと分かった以上、帝国軍が再び襲う可能性は少ないだろう。シド、強行追撃のための準備はどうだい？ああ、エンタープライズの準備はバッチリだ。それ以降の行き先、魔大陸の位置も押さえてある。さあ、出発しようぜ。え、今からもう行っちゃうの？魔大陸に。シドさんもらえる。コンプリート。というわけで、まだメインクエが続きがありますが、今回はここまでにしたいかなと思います。では、95回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はこの話の続きのクエストを受けるところから始めていきたいと思います。では、失礼します。